はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、すいません、ちょっとしばらくですね、ちょっと YouTube をちょっとお休みしますんで、ちょっとそのご挨拶でした。ですね、先週ちょっとベッドから寝返りを打った時にですね、落ちてしまって、で背中の方をですね、ちょっと強打して、そこからですね、肋骨がちょっと折れてしまって、もうちょっと今喋るのもですね、ちょっときつい状態で、ちょっと撮影をですね、ちょっとしばらくお休みします。ですね、まあ、いつも毎日こう見てくださってる皆様にですね、また元気な姿で、ね、配信もですね、お届けできればと思っておりますんで、ちょっとしばらくの間ですね、ちょっとまあ骨がこうくっつくまで、完治するまでですね、ちょっとしばらくの間お休みさせていただきたいと思っております。大体ですね、全治まあ 3、4 瞬間と言われてるんですけども、まあ、息をするのもちょっとやっぱりこう響いて痛くてですね、もう歩くのもちょっとままならない状態でして、まあ、大変ちょっと仕事の方もですね、ちょっと支障が出てるんですけど、まあ、無理してですね、長引くよりもちょっと短期間のうちにですね、直して戻ってきたいと思っておりますんで、また改めてですね、配信するときにはご視聴のほどよろしくお願いいたします。すいません、ちょっとご挨拶だけとなりますけど、また戻ってくるのをですね、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、すいません、本日はですね、以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。